ロベルタス・シャーベニカスは、リトアニア出身の指揮者、ビリニュースの出身、サンクト・ペテルブルク音楽院で、ビクトル・フェドートフ等に指揮法を指示し、1993年に、リトアニア国立交響楽団を振ってデビューした。1996年より、リトアニア音楽院のオーケストラを指揮している。1997年から1998年まで、 ムスティスラフ・ロストロポービチに招かれて、フランスのエビアン音楽祭に参加し、ロストロポービチの助手を務めた。1998年には、リトアニア国立交響楽団を率いて、ドイツに演奏旅行し、成功を収めた。2000年には、リトアニア国立交響楽団の第二指揮者に任命されている。2008年には、リトアニア国立バレエの音楽監督に就任し、 ミュンヘン国立歌劇場の指揮者陣にも加わった。また、定期的にシャウレイクライペダ、室内還元楽団や、リトアニア室内還元楽団にも、定期的に客演している。2005年に、リトアニア国立芸術文化賞を受賞。ロベルタス・シャーベニカス・アーティスト紹介、サモン・プロモーション、インク。2013年10月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2013から10から03閲覧。ラバータスシェアベニコス LMS ナリア。2020年5月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年5月15日閲覧。ラバータスシェアベニコス、バーウサヤシスナウジョライオトゥービスコシンフォニオ、レッパートアーロ・ダー・ジェンティス。2020年5月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年5月15日閲覧。 アーカイブコピーウェイバックマシンアーカイブ2019年10月20日ウェイバックマシンありがとうございます